アラメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンペイ新規登録停止、大丈夫かセブンペイということで、昨日動画にもしましたが、セブンペイで不正利用があったということでアップしました。今回の件について、セブンペイ側で記者会見があってたので、まあそれも合わせてお伝えしていこうかなと思います。ということで、今回起きたことをまとめると、身に覚えない取引があったことで発覚、被害に遭った方は900名、被害額は全部で約5500万円の被害、そしてクレジットカード、デビットカードによるチャージは停止ということで、今後の対応としたら、セブンイレブンの店頭レジ、セブン銀行 ATM のチャージ、ナナコポイントのチャージ、すべてのチャージが停止して、セブンペイの新規登録についても停止ということになっています。ちなみに、まあ、チャージ済みの金額については利用可能ということですね。で、今回の件で思ったことなんですけども、まあ、全面的に利用を停止しないんだなというふうに思いました。まあ、こういう時ってサービス自体を止めて、いろいろ原因究明するんかなというふうに思ったんですけども、ちょっとなんか不思議ですよね。ちなみに、記者会見で、ちょっと僕見てたんですけども、社長さんは SMS の認証、Twitter と勘違いしたりとか、あと二段階認証のこともよくわかってなかったみたいなので、なんかすごいモヤモヤしましたね。で、これは僕自身の意見なんですけども、やっぱりこう他社と比べても7個の還元率であったり、あとはおにぎりの2個のクーポンという、あまりにもやっぱりボリュームに欠けるサービスだったんで、まあそれに加えて今回の不正利用が起きたりすると、これはかなりユーザーの信頼を取り戻すっていうのはハードルが上がったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ今後の対策としたら3つですね。まあ前回にもお伝えした通り、パスワードを複雑にする、もしクレジットカードの情報を登録されている方がいたら情報を削除する、でもっとですね、不安な方がいらっしゃれば、まだ使い始めたばかりであまりセブンペイの必要性を感じない場合はアカウントの削除をするのもいいかと思います。念のため、下の概要欄にセブンペイの公式ページを貼っておきますので、その時の対処法などを含めて問い合わせてみるのも実際にいいと思います。ちなみに僕は一応セブンペイのアプリは入れておきます。サムネにはさよならっていう風に記載をしたんですけども、今後のセブンペイも大変だと思うんですが、もしですね、復活した時にとんでもないキャンペーンは、まあないと思うんですけども、とんでもないキャンペーンを出してくれるか、もうまあわずかながらほんの少しだけ期待をしているので、まあ使わず一旦このままで様子を見たいと思います。ということで、今回の件で何か思うことがあれば下のコメント欄に書き込みください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。